でまあ、早速これ相場のチャートが出てきてあれなんですけど相場というのはですね皆さん、えー、いろんな複雑な手法を持ってですね、えー、我々ファンドマネージャーと呼ばれるプロだとか何度かえらく難しいことをやってるように思われがちなんですけどこれはもう私が90年代に入ってた時からあるファンドのですねまあ皆さん名前聞いたら誰でも知っとる人です。それがドル円の売買をやっていたと でめったに売買しないんですね持ちっぱなしで,で、まあ、当時あの顧客の主婦義務もあるんで、まあ、ブローカーチな口が硬いんですけど一体何をやってるんだということで聞いたらですね、まあ、これはドル円の突き足ですで簡単なことで変動相場制以来ずっとドル円に関して言えばですよこの20か月の移動平均これの 上に相場があったら円安なんだと下に相場があったら円高なんだとでこの20ヶ月移動平均のこれまあボリンジャーバンドが引いてあるんですけど、えー、要するにこの20ヶ月赤のラインの上にやったら円安下にやったら円高とそうすると、えー、ここのところの円安でここずっと円高ですね。 ここ円安円高円安円高円安円高ときて今円安時代と非常にわかりやすいチャートです。でこの20ヶ月移動平均を私はどうやって長いポジションで売買しているかといいますとですねこの月足の月末の終わり値がニューヨーク市場の終わり値が。 20ヶ月移動平均の上にあるか下にああるるかか下で円安円安高を判定していえとそれではですね皆さんここから相場の具体的なですね私がやっている相場の分析方法についてお話ししたいと思います。この相場分析の方法というふうに出てるんですけど私はですねファンダメンタルズ分析もしますしいわゆるテクニカル的な分析もするということなんですね。 で私がポジションを取るのはファンダメンタルズ的な自分の相場感とテクニカルが合致した時だけですね、えー、取るということですね。で例えばファンダメンタルズ分析で例えば円安になると思っても、えー、チャートの方のテクニカル分析がですね円安になるというサインを発するまではポジションは取らないというやり方なんです。で えー、ではですね、えー、第2章ということでここからは株式投資の話をしたいいと思いますで先ほどお話ししましたように株というのはランダムウォーク理論というのは主流,主流でですね、えー、猿がやっても人間がやっても同じだとで私の分析でもトレンドというのはものすごく発生しにくい商品なんですね。こここれは儲けないことこの上ないいととの上 でえー、バイアンドホールドで、えー、日本の株を20年間持ってたら、えー、バブルのピークから下がりまくってです、ね、全然儲からないとじゃあ何をやったらいいんだということになるわけですでまあこういうここに見出しが出てるんですけど、えー、私に言わすとです、ね、株式投資の答えはもう出てるんだともう考えるだけで無駄だという非常に単純な答えが出てるわけですでそれれをこれから説明,説明します。 でよくあの株式が割安だとか割高だとかあるいはまあ、えー、いろんなことを言うわけですけどフェアバリューがあるとか、えー、言うんですけどこれ何に対して割安かというとですねで私の中では株式というのは償還期限のない債権なんだという考え方なんです株は。 でそうなんですけどじゃあ先ほど言いましたように日本の失われた20年の中で倍ンのホールドしてたらえらい目に遭うわけですね毎年相場が下がっているとでそれは損するの私も嫌ですからなんとかいい方法はないかというふうに考えたわけです。でこれはあの日本経済新聞のですね、えー、前田編集委員がですね まあそういう研究を前からしておられましてで2000ですねこれえー、と12年だったかな「日本株天気のシグナル」という本を書かれてまあその中でほぼ、まあ、ここで持ってきた資料も前田さんにいただいたものも多いんですけどもう答えは出てんですね。株にはですね明確な季節性というのがありまして。 これはまあ黄金の半年間と呼ばれてるんですけど、えー、半年間運用したら何月に投資するのが一番いいかというこれはチャートなんですね。でそうすると便宜上ですねもうそれ答えは出てて、えー、じゃあ皆さんここからはですね、えー、株の方の運用の話が終わりましたんで、えー、FX あとはまあ先物売買ですね 株価指数先物の,の売買だとかまあ原油だとかですねコモディティだとかいろいろあるんですけどえもう全部やってるとまあ時間がありませんので私が実際にえトレードしてて有効と思われるですね商品とえその売買のインディケーターおよびパラメータをですねえーをこれから説明したいと思いますす何をやってるかとというここなんですねでねれも簡単です。 2つしかないまず、えー、大相場に乗る方法としてですねチャートを作成、えー、するとでそれはですね21日ボリンンジャーバンドを表示させるで私はですねこれを見ながら、えー、いつも売買してるんですけど、えー、これはあの、えー、今年のですね、えー、動かないこのドル円相場の中で えー、特に2015年膠着相場だった中でみんな相場悪い悪いって言ってたんですねで私はここ15年でですね今年は一番多く売買したとこの3月までですねえー、めちゃくちゃに1時間足のこのエンベロープっていうのをワークしたんですねで私は今年はドル円相場っていうのは PKO が入ると要するに下値は硬いんだとで上もまあいろいろ重いんですけど とにかくレンジっぽい相場の中でこの13時間のエンベロープを使ってですねこのプラスあプラスあとマイナスの0.3%までこれ直近のまあ今6月3日現在の相場なんですけど落ちると買ってでプラス0.3%でまあ半分ぐらいは売っちゃうと全部売っちゃう場合もあるんですけどでプラス0.6に接近したらもうほとんど全部ってしまっちゃうというですね 売買を、えー、3月まで延々繰り返しましてですねこれかなり収益を上げることができました。